セントポール島は、アメリカ合衆国アラスカ州にあり、アラスカ州本土とロシア連邦に挟まれた、ベーリング海のプリビロフ諸島における最大の面積の島である。プリビロフ諸島は4つの火山島で構成されており、およそ 9km 南西にオッター島、およそ 13km 東に、ワルラス島およそ 63km 南に、セントジョージ島がある。 セントポール島の測量図セントポール島は、プリビロフ諸島の中で最北に位置する島である。島の最も太いところの島の幅は7.66ミ、最長部の長さは13.5ミある。島の面積は43スクエアミである。火山活動によってできた島で、たくさんのスコリア級やカルデラが島に形成されている。島の最高標高点は島西側にある665。 フィートのラッシュヒル北緯57度11分成形170度24分で、島の高地地帯の平均標高は150フィートに満たない程度である。岩の大地と谷に島は覆われており、いくつかの谷は淡水をたたえた湖となっている。45.5ミリに及ぶ海岸線は岩が風化した砂に守られた入り江の浅瀬、いくつかの岬では切り立った崖が立ち上がっている。その他は、 起伏の激しい岩場である。他のプリビロフ諸島の島と同様に、セントポール島は、玄武岩の島である。小高い丘は、主に茶色や赤のトファと、火山隠れき岩が堆積してできている。島は、ベーリング大陸方の南縁に位置し、過去存在していたベーリング地況の南に面した海岸線付近であったと考えられている。最終表記には、周辺が、 氷河に覆われていたと考えられている。島におけるボーリング調査の標本サンプルによると、現在のようなツンドラ植生になったのは少なくとも9000年ほど前からであることを示している。高い山がなく低く横たわっている。この島には小さなスコリア球及び植物で覆われた砂丘が点在している。 1890年頃のセントポール島の村の地図、西欧人がこの島に到達する、遥か前に、アレウト族はプリビロフ諸島の島々の存在を知っていた。彼らはプリビロフ諸島を母の兄弟の土地、あるいは親類を意味する、エイミックと呼んでいた。彼らの交渉によると、ウニマク島のコロウの息子がボートをこいで北上する、中で襲ってきた嵐に耐え抜いた。 そして、嵐が収まり深い霧に包まれ、セントポール島の繁殖地の北オットセイの鳴き声を、聞くまで彼は遭難していた。そして彼は島を発見した。という、先住民ではない人が、この島を認識したのは、ロシアの毛皮商人だった。1788年、ガブリール・プリビロフが、聖ペテロと聖パウロの記念日である7月12日にこの島に到達した。 三年後、ロシアの商船ジョンザ・バプティスト号が、セントポール島沖合で難破、船員は、行方不明であったが、1793年ゲラシム、イズマロフが救助した。18世紀のロシア人は、数百マイル南方のアリューシャン列島に住む、アレウト族の人々を、島での北オットセイの狩猟に伴う、奴隷労働につかせるために、プリビロフ諸島に強制移住させた。 それ以前にこの諸島に定住する人はいなかった。移住させた、アレウト族は狩猟、清掃、毛皮の手入れなどの奴隷労働を強いられた。アレウト族は、故郷の島に帰ることは許されず、非人道的な待遇と生活を強いられた。完成7年4月末、スタユーヤ全六ら道の区国出身の若宮丸氷流民15名が、 アリューシャン列島からオホーツクに送還される途中で2日間滞在している。ラッコやアザラシの集積所であったため40人ほどのロシア人が滞在していたと記録されている。セントポール島市街地の空撮写真等の気候は低い水温のベイリング海の影響を強く受けていて夏の低い気温のために欠片の気候区分で ET に区分されている。高の地帯において 県庁に現れる当時の日と最寒期のズレの大きさのおかげで2月が、島は最も寒く、一番暖かい8月との気温差は、下し31.8度程度しかない。とはいえ、それは年の平均気温が氷点よりも高いことを意味している。12月から翌年4月までの平均気温は氷点下となっている。1年のうち、下市0度を下回る夜が、 年平均4.7日あり、アメリカ農務省の植物体幹ゾーンの指定はゾーン6である。最低気温の記録は1971年3月14日に記録した下肢19度、最高気温の記録は1987年8月25日に記録した歌詞66度である。年平均15マイルパーアワーと1年を通じて風は強い。一番風が強いのは 秋の終わりから冬にかけて、北からの卓越風が平均20マイルパーアワーで吹いている。夏はその風は弱まり、南からの卓越風となる。島平均の湿度は年間を通して80%を超えるが、夏の湿度が最も高い。運量は年間を通して高く88%になるが、ピークを迎える夏は95%まで。 分量レベルが上昇する。霧も夏に発生し、大体3日のうち1日は霧に包まれている。降水量は年間605ミ、mm、リメートル程度、ベーリング海の風が激しい夏の終わりから、冬の始まりにかけての降水が多い。降雪量は12月から翌年3月にかけてが、多く、年間平均157センチメートル程度降る。7月から9月にかけては、 一般的に本格的な雪は降らない。強風と、それに伴って比較的気温が高いため、月平均の積雪量は15センチメートル以下である。真冬の昼の時間は6.5時間ほどであるが、真夏の昼は18時間程度になる。セントポール島の北オット星生成息地。遠くに村が見える。セントポール島のエトピリカセントポール島を含むプリビローフ諸島の全域が、 アラスカ国立海洋野生生物保護区に指定されている。1982年に海鳥が生息する崖が保護対象となった。また、この島は重要野鳥生息地に指定されている。世界でも有数の良好な魚場に囲まれている。この地域は50万頭を超える北オットセイと何百万の海鳥が生きる繁殖地となっている。ケナガマンモスは 紀元前3750年ぐらいまでこの島に生息していた。この生息年代は北アメリカのマンモスの生息記録の中で最も最近とされる記録である。ケナガマンモスの絶滅は気候変動に伴う淡水の減少によるものと考えられている。聖ピーターポール協会、聖ピーターポール協会の内部セントポール島は、 アメリカ合衆国で最大のアレウト族のコミュニティを形成している。島の人口532人のうち86%の457人がアラスカ原住民族で占められている。セントポール地域が島で唯一の居住区域であり、島には現在学校、バー、商店と教会が一つずつある。島の住民の一部は通年居住しておらず、 カニ漁や港で働いている。ベイリング海で漁をしている各地から集まる大型船は島に漁獲物をおろし、セントポール島の港はそれらの船が再び漁に出て行くためのサポートを行っている。島民の大部分を占めるアレウト族の大部分はロシア正教会の信者と言ってよい。1779年にロシア正教会の聖ピーターポール教会が 建設された。現在ある建物は1907年に建てられたものであり、その建物はアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。写真奥に風力発電施設が見える島の住民を中心に設立された TDX パワー社が風力発電とディーゼルエンジンによる熱平均発電施設を完成させたのは1999年のこと。 このプロジェクトはアメリカにおける先進的な風力発電利用プロジェクトであると考えられている。この発電施設により発電用燃料の効率的利用と消費量の削減が図られている。120フートの高さの風力発電設備は環境への配慮の象徴としてセントポール島に住むアレウト族の誇りとなっている。二つの風車が2007年に追加して導入され、 44.3フートの長さの羽を持つ風車が225メガワットの電力を生み出している。この島は、ラドヤード・キップリングが表した短編小説集ジャングルブックの舞台となった島である。ありがとうございます。